そう。よかった。おととい、お父様がお見舞いに来てくれて、クリーブとクルスビナのことを話してくれた。僕、前院長のクルスビナを知ってるんだ。え？先代の召使いを知ってるのか？クリーブが死んでから1年後にクルスビナが死んだんだけど、僕はその間にハウス・オブ・ハースに送られてきたんだ。当時、クルスビナの残酷で過激な管理下にあった家の空気は、息が詰まるほど苦しかった。彼女が最も重要視していた実験はすでに終わっていて、そのために利用された人たちは、死んだり怪我したりで、もう家にいなかった。クルセビナは、決して新入りの子供たちに過去の出来事を話すことはなかったよ。そして数ヶ月後、お父様が彼女を殺し、すべての資料を焼き払った。クリーブ、そして実験に利用された人たちの名前も、苦痛の記憶と共に燃やされた。さらにその数ヶ月後に、お兄ちゃんと私がお父様に引き取られたけど、クルセビナとクリーブについて聞かされたことはなかった。そうだったのか。あいつは最初から秘密を胸の内に隠すって決めてたっぽいな。なんでそうしたのか、あいつがお見舞いに来た時に何か言ってたか。お父様は過去の暗闇が私たちに影響を与えることは避けたいっておっしゃってた。そしてその歴史を知ったことで不必要に感謝の気持ちを抱かれたくないって。それから家族の関係は単純な方がいい。かつてここで何が起きたとしても今の我々とはもう関係のないことだとも最後におっしゃってた。それでも僕はお父様に感謝を伝えたよ。クルセビナにとって僕たちの命なんて使い捨ての道具ほどの価値もなかっただろうから。もしお父様がハウス・オブ・ハースを引き継いでいなかったら、おそらく僕は。お父様は私たちを助けたことについてほとんど口にしない。家族というのは恩義によって結ばれているものじゃないというのがお父様の考え方だから。でも恩義の有無に関係なく、私たちはここに残る。ここは私たちのお家だもの。喧嘩したり、傷つけられたり、家を出て行ったりする人もいるけど、お父様がいる限り、家は変わらない。日の光が差し込む時も、闇に覆われる時も、僕たちはずっとお父様のそばにいる。だから、二人にはお礼を言わせてほしい。あなたたちのおかげで、今回の一件は最小限の代償で済んだ。大したことはしてないぞ。もちろん、いつでも歓迎するよ。フィリオールたちは元気にしてるかな。今朝出かけた時、カフェで見かけた。私のことはもう覚えてなかったみたい。コーヒーを飲みながら上映中の歌劇について話してた。みんな幸せそうだった。多分あれが彼らの望んだ暮らしなんだと思う。簡単に手にできるものに意味なんざね。俺様は菓子一つでさえモラを使わず
正々堂々と勝ち取ってくるのさ。you